最高の一言です。これ絶対思い出してくださいね。たくさん飲みたいと思います。始まってます、始まってます。ミキと連れてきました。どう、東京から見てて旭川ブランドのやっぱ地元ということで、やっぱとても人柄があったかいなっていうのが率直な気持ちです。でやっぱ MP もまだ皆さんあんまり知らないのに、やっぱこうケボズを通してアイテムも見てくださってて、あったかみを感じることができております。あ、山下くん連れてきました。旭川どうですか。始まってます、始まってます。いや、あ、ちょマイク越しに行くんでいいですか。旭川どうですか、地元1周年。いやもう皆さんこんな来ていただいてありがとうございます。今後旭川店、なんかケボズどんな感じにしていきたいとかってあったりしますか。でも変わらず多くの方に来ていただいて、地元に愛されるようなお店作りしていきたいなと思ってます。とのことでした。山下くんでした。皆様のおかげで無事1周年を迎えられて嬉しく思います。どうでしょう、これ絶対思い出してくださいね。私まだ一回も YouTube 載ったことないんで、あの髪とか化粧とか爪とかも今日頑張ってきたんで載せてください。旭川1周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがたいことに来てもらって、今日もイベントでたくさん盛り上がっていろんな人来てくれたんで、たくさん飲みたいと思います。旭川はあの若い子以外にもファミリー層とかいろんな年齢関係なく接してくれる人たちが多いので、これからもいろんな人とケボズを通して一緒に旭川盛り上げていけたらなと思ってます。1周年ということでどうですか、どんな感じですか。旭川店マジであっという間でした。ここから新しくまたスタートだと思って、まあ、突っ走っていければいいなと思ってます。以上っす。今後はどんな感じで旭川店はこうやっていくというか展望的な。そうですね、今までスタッフいろいろコメント取ってきたっすけど、店長の横尾さんが一番コメント取れてないっす。まあ、とりあえず最高ってことでいいですか。最高の一言です。
まあ、ここから もう間違いなく盛り上げていくんでよろしくお願いします。まやちゃん連れてきました。もちろん全国どこも盛り上がってるんですけど、やっぱ熱量というか暑さがもう半端ないなっていう、こうやっぱ地元の暑さっていうのがやっぱずっとあって、で地元じゃないですけど帰ってくるたびになんか実家帰ってきた気持ちになります。そういうのがすごい素敵な街だなって思ってます。連れてきました。旭川ケボーズ1周年なんでどうすか、1周年。1周年本当にありがとうございます。地元でお店ができるってことがそのずっと夢だったんで、1年間みんなに支えられてこうやってパーティーできて嬉しいです。ありがとうございます。とりあえず今1周年って感じで、今後どんな感じにしていきたいかっていうところで、今若い子とかもすごい来てくれてて、なんかそういう子たちがこう僕らを見て改めてこうなんか私夢とか希望とか持ってくれたら嬉しいなと思ってます。